はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、ララさんとパルさん収集をしていきますよ。どこかの地下へやってまいりました。何やら、ここにでかいパルがいると聞いてな。そいつを捕まえに来たわけだ。ちらりと見えましたね。こちらのお方、客ペンさん、ペンギンさんかな？その名前でペンギンじゃなかったらびっくりだな。では、オープニングを使って戦闘開始といこうか。ララさんが戦っている間、私たちは何の話をしましょうか。え、ララの応援じゃないの？ララさんはだってほら、私たちが黙っていたって戦ってくれますよ。自らのアイデンティティを否定するような発言は控えようか。そういえば、我が社のこのオープニングって、なんであるんでしょう？いきなり本編に入っちゃえばいいのに。うむ、ぶっちゃけ、オープニングが発生した経緯は覚えていないが、今かかっているこの曲、カズキさんのハイタッチから始まるっていうのは、最初期からやっていたな。いつも使わせていただいてありがとうございます。どうでもいい話ばかりしている弊社だが、オープニングでは、それに輪をかけてどうでもいい話をする場となっている。もはや、一つの特徴と言ってもいいだろう。あと10秒でまとめてください。この短さも程よいよな。さ、ララの様子はどうかな？超ピンチとなっております。え、そうなの？ララの遺伝子って、あ。ま、人間何度か死ぬことぐらいあるって、私が言うんだから間違いない。そういえばオーナー、最近あまりお死にになっていませんね。ぼちぼち言っときます？言っとかない。久しぶりのスペア活用だったな。弊社は、過去の経緯からクローン技術を持っていましてね。それを使ってララさんは復活したんですよ。説明ありがとう。以前はうちはネタ的に使えた設定だけどね。我が社の活動も長くなってきたってことです。うちはに入りたければ、最初のシリーズから見てくることをお勧めします。いや、いいから。楽しそうと思ったところだけつまんでもらえればいいの。そうですか？まあオーナーがそれでいいならいいです。しかし、客ペンは強敵だったな。まさかあそこで死ぬとは。ララさんは払いせついでに、密漁団を撃退中でございます。相変わらず坂道で引っかかるのね。じゃあストレス発散したら、客ペン対策の準備を進めていこうか。具体的には？装備かな？明らかに氷タイプだったから、冷やでも使えばダメージ量が大きいんじゃないだろうか。属性ということであれば、同じ氷タイプのおこちょさんは良くないかもしれませんね。そうね。炎タイプのキツネビで行ってみようか。ララ、方針が定まったから、密漁弾を片付けちゃって。手榴弾でも放り込みたい塊具合。代わりにおこちょを放り込んどこう。さ、おこちょさん、ご飯の時間ですよ。アビ教官死因は割愛する。スッパニャンによる装備品の作成中だ。その間にこっちをチェックしよう。セットしておいた卵が孵化したんですね。何が出るかな？逆転が出た。収集目的としては、もう戦わなくていいのでは。確かに。でもまあ、ララの前の体の仇は打ちたいよな。前世の私を殺したやつ的な。そして過去の私を超えた的な。前回捕まえ損ねたアロアユーさん発見。今度こそ捕まえよう。そしてララの経験値とするのだ。おこちょさん、手加減してください。くれぐれも倒さないように。手綱の引き加減が大事であるな。よし、おこちょを回収したので捕獲に入ろう。さあ、どうか。さすがに難しいかな？お、いける？一発でした。いらっしゃいませ。次、これもいつぞや捕まえ損ねた。角紙言っとこう。獅子神様、森林破壊をしてごめんなさい。さ、オーナーも頭を下げて。断る。現代の日本だけで言えば、逆に気を切らなすぎてるんだよな。どういうこと？昔は燃料として薪や炭を使っていたけど、石炭や石油が使われるようになってからは、わざわざ気を切る必要がないじゃん。現在、高度経済成長期に植林した木、主に杉が育っているわけだけど、活用方法もなく、放置されていたりするわけだ。杉といえば花粉症ですね。そうなのよ。加工しやすい杉を大量に植林したから、ちょっと山の方に行くと、どこも一面杉だらけだよな。花粉症には、そういった政治的な背景もあるのさ。ねえねえお姉さん。何かね霊夢くん。花粉症は一旦置いといて、それでも森林伐採は良くないことなのでは？うむ、いい質問だね。密漁団に書き込んでいるところをお送りしながら説明しよう。わーい。まずは二酸化炭素。樹木は成長するときに、多くの二酸化炭素を使用する。成長しきっちゃうと、むしろ呼吸による二酸化炭素排出量の方が多くなる。あれ？植物って二酸化炭素を吸って、酸素を出すのでは？それは光合成だな。酸素を吸って二酸化炭素を出す、呼吸もしているのさ。なるほど。ごっちゃにしていました。だから、古い木を切って若い木を植えることで、どんどん炭素を木に閉じ込めていくのが、温暖化対策としてはいいわけだ。でも、それを燃料として使うと、結局二酸化炭素が出ますよね。出るよ。でも、一度閉じ込めた炭素を放出しているだけだから、石油のように、地下から汲み上げた炭素をばらまくのとは違うよな。確かに。他の問題として、何らかの事情で枯れた木が倒れる際に、隣にある木にも垂れかかることがある。ちょっとエモい光景ですね。そうも言っていられない。
なんせ、樹木ってのは何トンも重量がある。そんな重量物が不安定な状態になっている場所に、足を踏み入れたいと思うかね？スリル満点ですね。満点すぎるよな。というわけで、そういう立ち枯れの木を放置しておくと、人間が入れない森が爆誕するのだ。人はそれを魔の森と呼ぶでしょう。名称は知らんが、そういう鬱蒼とした森になっちゃうと、地面まで光が届かず、やっぱり若い木が育たずに、炭素の固定がしにくくなる。ある程度、人の手が入っている方が、いい森ってことだな。それは人間目線でのお話ですよね。汚れた人間目線の、なんかあったの？そりゃあ、我々は人なので、人という動物の生存に有利な選択をする。かと思いきや、戦争しちゃったりするのが人だけどな。終わり。よくわかったよお姉さん。お姉さんはもういいわ。さて、炎タイプっぽい卵を孵化させてみましょうか。ラビだってさ。やっぱり炎タイプですね。キャプテンさんに有効かな？レベルが低いから成長させなきゃだけどな。手持ちのキツネビの方が強いんじゃない？そうかも。いろんな炎タイプさんを集めてみましょうか。そうしよう。そうだ。ホークインのサドルを作ったんだった。お、ということは？こんなことができるってことだな。飛んだ。ララさんが飛んだ。なるほど。クララと一文字違いなのね。地面の障害物が影響しないので、とても速やかに移動できますね。それに視界が広がるから、遠くに何があるのかも把握しやすい。これはいいぞ。では、ホークウィンさんの背中に乗りながら、いろんなところにあるクルリス像を集めていきましょう。捕獲能力の向上は、今回の依頼達成には欠かせませんから。うむ、もうやった。はい。動画の外でクルリス像を集めまくっといたのよ。ホークウィン様様だな。では、さっきの、まるで初めて飛んだかのようなリアクションは一体？え、うん、ほら、演出ってやつ？これだから人間は汚れているというのです。まあまあ、おかげでホークウィンの癖も把握している。癖とは？飛ぶのにも体力を使うらしくてさ。疲れると、落ちる。え？地面スレスレを飛んでいる分には問題ないようなので、あまり高度を上げずに行こうぜ。デコボコを無視できるのはいいですが、なんか、こうじゃない感はあります。まあね。でも、水の上を移動できるのはいいよな。あ、それはいいですね。わざわざ体力を使って泳ぐ必要がない。探索範囲が広がったところで。密漁団への襲撃、第2弾と行こう。ホークウィンさん、ありがとうございました。ここから先は、おこちょさんお願いします。橋の上を通って進行しているのに、迎撃行動が見られない。何のための一本道で、何のための障害物か。密漁団さんにダメ出ししている。よし、攻撃開始。たまには戦闘 BGM も使わなくちゃ、的な導入ですね。否定はしない。ララ、すっげえ撃たれてる。ララさんには特殊なシールドが貼られているので、粗悪な銃弾ぐらいならどうってことありません。そこだけ突出して SF だよな。武器はクロスボウなのに。おや、炎のクロスボウを作ってませんでした？炎のクロスボウって、炎の転校生みたい。脊椎反射で漫画ネタを出すのはやめようか。しかも読んでない作品。島本先生ごめんなさい。もう終わっちゃった。戦闘 BGM の出しがいもない。で、炎のクロスボウだが、もったいないから、普段は普通のクロスボウを使っている。まあそうですね。必殺兵器は、キャプテンさんにとっておきましょう。必殺になるといいけどな。ここいらで、パルの収集率を把握しておこう。112種類のうち、36種類をゲッチしております。3割ちょいか、収集率がいい気がするな。動画で捕獲シーンがなかった子もいるんですけど。うむ、なんかうっかり捕まえちゃったパルも少なくない。動画の作り方に問題を感じます。確かに。さて、キャプテンを倒して、今回を締めようか。戦闘 BGM の使いどころは、今だったんじゃないですか？そうかも。ヘルゴート展開。これまた知らない子が、適当に孵化させた卵から出てきた。炎タイプだったから、これはいいと思ってさ。期待しております。ララは離れた場所から援護。まずは周囲のペン玉から倒そう。結構、細かい攻撃が痛いですもんね。おっと、キャプテンさん接近退避。シールドが破壊されました。うーむ、状況悪し。あまり無理せず行きましょう。ペンタマさん、排除完了。捕まえちゃってもよかったのでは？そうか、その手もあったね。お、ヘルゴートがなかなかやる。ララさんさえ無事なら、なんとか勝てそうですね。頑張って逃げ回ろう。キャプテンさん、攻撃耐性回避、グフ。ダメージ甚大です。いかんか。いかんな。一旦退避。ヘルゴートさんは、しんがりをお願いします。あまり、ララのスペアを使うのは避けたいよな。我が社の持ち出しが増えますからね。いやほら、死んじゃうからさ。あ、そっちですか。なんとか出口にたどり着きました。よかった。回復したら、もう一丁行ってみよう。リベンジ、リベンジか。何か対策考えてきました？おうよ、今度こそ行けるはずだ。信用しています。もしダメだったら、ララさんのスペア代はオーナー持ちでお願いしますね。信用してないじゃん。
おや、装備が変わっていますね。上位の装備を作れるようになったから、それを身につけてきた。対策はそれのこと？頑丈になったと。いやいや、もう一つある。それをこれからご覧に入れよう。楽しみです。はい、突入。ララ、グラップリングガンだ。それは、ワイヤーを出して、バビュンと高いところに登るやつですよね。その通り、前回の戦闘において、2階部分があることに気づいたのだが、まともに歩けないぐらい狭いのね。対策って、これ？うんそう。初手からシールドを破壊されたけど、まあちょっとやってみようか。幸先の悪い。ヘルウォートさんお願いします。ララは援護射撃。敵の攻撃を避けながらな。この狭さじゃ、回避もしにくいですね。それに、カメラさんの立つ場所ないじゃないですか。だからそこに誰かいるの？なんか怖いんだけど。オーナーは気にしなくてよろしい。少なくとも、キャプテンさんの体当たりは向こうにできますね。それだけでもいいかもな。ヘルウォートが限界なので回収。キツネリさん、お願いします。ペン玉を減らせ。それだけでも被弾量を抑えられる。意外と順調に推移していますね。こんなアホな作戦なのに。アホって言わない。高いところから攻撃するのは、戦術の基本じゃないか。それはそうなんでしょうけどね。キャプテンさんはいずこ？ララの下かな？ふ、この行角なら攻撃できまい。ぐは、範囲攻撃があるっぽいですね。移動。引っかかっております。なんとか移動せよ。また引っかかりました。ふ、このままではやられてしまう。登っちゃってるし、パニックっている。ララ、イージーイージー。あ、飛び降りちゃった。キャプテンから距離を取ろう。いつでも逃げられるようにしておけ。キツネリさんが、そろそろ限界です。回収。次は、おこちょさんお願いします。氷タイプ同士だけど。行け、相棒。ララを守るんだ。キャプテンさんの体当たりが柱で防がれました。あれ？倒しちゃった？必死すぎて見てなかったけど、実は、ヘルウォートとキツネリが頑張ってくれてたんだな。捕獲できたのかもしれませんが、あまり余裕はなかったですね。だな。とりあえず、キャプテンの攻略は完了だ。ララもパルたちも、お疲れ。なんとかリベンジに成功したところで、今回はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。